おはようございます。マサルトです。おはよう。バナナダイエットの時となりました。今の時刻は、5時半を回りました。5時37分ぐらいかな、8分かな。はい。今日は時間が早いですね。9時過ぎですね。早いですね。はい。80% 超えてますね。26度がないですね。もう辛いですね。はい。では、最初のお祈りとします。天の神様、朝の最初の、バランの過程を感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい。いただきます。まず最後ですね。昨日の夜も12時過ぎましたので、朝は、途中また昨日は1時間ぐらい良くなってましたので、途中何回か目覚めましたけど、起きてまで今日は5時、過ぎですね。4分か5分ですね、起きたのは。はい。今日はまた、普段の10時、明日はまた早いかな。今日は9時ですけど、明日は8時から。もう早いな。台湾バナもちょっと限界ですね。これは。その常温でしてますので、ちょっと冷蔵庫に。はい。ヤクルト常温がないですので、このクロレラゴールドですね。はい。朝起きて、歯を磨いて、歯磨かないと、で、うがいですね。鼻も口も鼻うがいをしていますけど、だいぶ経ちますね。塩水でいただきます。朝起きてベランダのバラの生中継をセッティングしてからですね。はい、最後終わりました。おはよう、バナナ代表でした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。まだ寝起きですね。はい、マサトでした。仕上げです。次回のバナナダイエットでお会いいたしましょう。仕上げのやつ、パッションプレジュー、シャロム、シャロム、シャローム。